もうちょっと前はよくサッカーの代表戦はね、アウェーに行くととんでもないことがあるとかね、はい、代理戦争だとかって言いましたよね。そう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 、そういうのは今はどうなってるんですか。どっちかっていうとこう強まってるような感じもしますよね。あ、強まってるんですか。ナショナリズムがやっぱりこうなかなかナショナリズムってなかなか消えないんだなって思うし、それによってやっぱりその熱も それによって高まっているような感じがありますよね。だけどやっぱりちょっとやっぱりこれはスポーツがね、世界の平和とかその人類の幸せに貢献するんであれば、その辺をうまく持っていかないといけないし、そのナショナリズムに煽られて人気があってお金が入るからそれでいいと思ってるのはちょっと間違ってるような気がします。ファン同士はね、仲良く試合終わっても勝っても負けても仲良く話してやりますけど、はい、やっぱりその空気としてはその現場から離れた空気としてはやっぱりすごくナショナリズムが燃えてるんじゃないでしょうか ね。 なるほどね。 AI テレビオフエドスタートです。トランプさんになったらそんなに何が一番変わると思いますか。まあ、トランプさんが今一番言ってることは戦争を第三次世界大戦にさせない。なぜその僕がいいなと思うのはこの彼がよく言われてるディールメーカーっていうので、もともとなかったところに新しい案を出して落ち着かせる、落としどころを作るっていうことが彼らの一番得意なことなので、じゃああなたはこうだけども僕もこうで、お互い少し泣くけどお互いあのウィンウィンでいきましょうっていうものを提案できるっていうのがトランプさんのすごいところだっていうふうに言われてるんです。いろんなこう交渉ごとでね、こうそういうふうに思われてるんで、そこがまあすごくあの変わるっていうか、まあ、それが変わると仕組みが変わってくと思うんですね。一番今言われてるのはアメリカ国内の国境をまあ安全にする、うん、それから国内の資源エネルギーを外国に頼らずに国内で掘削して、もうちょっとガソリンだオイルだっていうのを国内で供給する。事実を知るための AI テレビオプエドスタートです。スポーツ庁ですね、札幌オリン五輪の招致失敗に関係して IOC と差しで電話で話ができるようにしたいという、なんとも情けないコメントでも要するに電通に任せないと何も。そう、五輪アナリストの春日良一さんが IOC と話せる人がいないというようなことを盛んには起こっておられました。パリオリンピックできるんですかね。中東情勢がどうなるかですよね。そうですよね、特にあのセーヌ川の開会式 ね、はい、そうですね。あれはテロがの脅威が高まったらやっぱり難しいでしょうね。西ヨーロッパっていうのはもう非常にテロに弱い地域になりますからね。イランがねもし介入してきた場合には本当にもうオリンピックとかじゃなくなっちゃいますよね、はい、そうですね。今アメリカがイランが支援している地域を攻撃始めましたからね。 AI テレビオフエドスタートです。ウクライナ戦争が大きかったんでしょうね。ヨーロッパ諸国が、ああ、やはりあの理屈的だけに真剣ですよね。プーチンとずっと見てますと、まず約束守ってませんからね。守ったふりをして、これどん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 こう、破ってきたりっていう過去がありますから、それだけヨーロッパでの軍事費が伸びるのは、まあ、ある意味やむを得ないだろうなと思うんですけど、問題は日本がね、沖縄のいろんな島々にもうどん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 ね、自衛隊の駐屯地を拡大したり、弾薬を作ったりして、いろいろやってるんですよ。我々の目に見えない形で、これはみんな無駄遣いですけどね、あんなの一発でやられますからね。本当に戦争やる気だったら、もっとやる、日本は逆にやるべきことが違うっていうところを明快にしないとね、世界のあれに引きずり込まれちゃいけないわけですよね。世界の軍拡ゲームに引きずり込まれると、ただでさえ日本の経済沈みかけてるのに本当に破綻しますよね。 AI テレビオプエドスタートです。日本はそれがないから民主主義のありがたさを、2019年に香港 の、 あの民主化運動が大弾圧されて潰されたんですけど、それでも立ち上がってた時に僕は取材してて、あ、彼らが若い連中がその一番求めてるのは普通選挙制度です。そうですね。そのためにも国家治安法違反みたいな、それに問われたら終身刑なんですよ、最高は、うん。それでも出るんですよ。デモにね、彼ら。遺書も書いて出るんですよ。それでも彼は普通選挙勝ち取りたいって言って立ち上がったんですよ。もう一度政権交代するっていう可能性あると思うのか、また、いやね、ひっくり返るかなとかね、うんうん。難しいですよね。日本は何とも、ここまで国民生活がね、まあ、ひどくなっているにもかかわらずね、相変わらずね、野党をたらしないとか、そういう声ばかり言ってね、野党をたらしないけど、自民党はもっとたらしないです。そういったところの視点がないんですよね。AI テレビ、オプエド、スタートです。高橋治之さんというと、やっぱり思い出すのは、慶応の
はいはい、ね、あの同窓会のあれですよね、あの時に座談会、座談会4人でね、我々が霞が関にゴルフ場を持ってきたんだっていう、自慢大会をやってましたけど、あれは思い出すとね、あの時点でその後結局やっぱり、まあ、各マスコミがオリンピックのスポンサーになっちゃったので、うん、その関係でやっぱり本当はこの問題はその大会期間中ぐらいに暴かれなきゃいけない話だったんでしょうけれども、全くその頃は静かなままで、ようやく今頃っていうことになりましたよね。やっぱり ここまで来ないとやっぱりそういう話にならないっていうところがやはり問題点としては非常に大きいというふうに感じますね。オペードスタートです。アントニオ猪木アンドロイドへ。これも単純にすごいくだらないこと言っていいですか、あの、うん、アントニオ猪木やっぱプロレスラーじゃないですか、はい、相手は誰かいないと戦う相手もアンドロイドにいてほしいかなと思うんですよ、うん、例えばジャイアントバーバーさんだったりとか、 あ、はい、あと、まあ、まあまだ生きてますけど、僕あのハルク・ホーガンとかね、はい、そういうライバルみたいな人とか、うん、まあ、あのプロレス通、昔のプロレス好きな人だったらアンドレ・ザ・ジャイアントとかね、そういう人がいてもいいのかなと思うんですけど、猪木さん多分一人だけじゃ寂しいと思います。確かにそうかもしれないです ね、はい、ファイターなんでね、燃える闘魂なんでね。そうですね。AI テレビオペエドスタートです。拒否権出してるのは国連のスタンスだとは思うんですよね、はい、でもまあアメリカ国内もはっきり言って二分されてはいて、一般的なアメリカ人はもうウクライナのことも含めて反戦ムードなんですよ。イスラエルだウクライナにお金をね出すんだったらもっと国内のことやるべきだっていうまずベースがあって、移民系の人とかマイノリティの人がどうしてもそのイスラムを立場を応援して、で、まあ、ユダヤっていうのはどちらかというと支配層側だというふうに見てる人がいるんで、マイノリティはどちらかというと反ユダヤなんですね。昔からもうアメリカにいてアメリカ人になっているアメリカ国籍の人たちはどちらかというと反イスラム反移民の風潮があるんで、ハマスを悪者にして、でもハマスを悪者にするだけだと結局そのイスラエルからのガザへの攻撃っていうのが止まらないんで、まあ、それだけは止めるべきだっていう意見が多く、アメリカ国内では、まあ、いわゆるバイデン政権はなんとなく止めようとはしてるけど本気で止めようとはしてないっていう感じです。 AI テレビオペエドスタートです。現在政治倫理審査会開催となりました。もう政治倫理審査会ですね。条件をつけてとか誰が出るか出ないかとか云々で何日間もまあバタバタ騒ぎが続きましたよね。これで終わりじゃないっていうことを皆さん胸に置いておいた方がいいと思うんですね。これでやってじゃあ自民党議員の裏金問題、匿名金の問題が解決したかというと解決してませんから、問題はこの審査会でどのような意見の交換弁明が行われて何が明るみにならないのは何だと、あるいはこの政治臨時審査会に出ないで法をかぶって嵐が通り過ぎるのを待とうという議員が何人もいるわけですね。ですから問題はこれじゃないんですよ。これはあくまでもこの問題解決のための、まあ、一律化に過ぎないということを皆さん明記しておいた方がいいと思いますね。これが開催されて終わって終わろうとしているってことなんですかね。終わらせようとしてますよね。うん、で予算がね、予算委員会も本当にもう質疑時間どん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 、まあ、過ぎちゃってるんですよ。で勝手にね自然成立ってやりかねないことがあるんですよ。予算委員会も大事なことなんです。それも全くねマスコミの目に触れ